勝又上次は、新潟県出身の元バスケットボール選手で現在は、アシスタントコーチである。ポジションは C。新潟県の五十差は中学3年生の時、すでに身長192センチメートルを超えており、県、選抜選手に選ばれた。多くのバスケットボールの名門高校からのスカウトを受け、北陸高校に入学を決め、同じ新潟県出身の五十嵐系の後輩となる。 スカウトの際、コーチと共に、いがら系も、勝又家を訪れたと言われている。高校時に、日本代表として、国際大会も経験。この頃同じ日本代表の先輩、田臥祐太の努力する姿を見て、強い影響を受けている。現在 JBL でも、屈指の努力家として有名である。大東文化大学4年の時には首相を務め、インカレで、関東賞を受賞。 宮永優太と共に準優勝に貢献した。卒業後の2004年に JBLOSG に加入。2008年、それまで所属していた OSG が BJ に変わるのを機に JBL 残留への強い意志を表し、高校の先輩でもある東野里美が指揮を取るレイラカムイ北海道に移籍した。2009年、突如 3P シュートを左手に変更。 公式試合で成功させ努力は必ず報われることを証明。観客を興奮させた。2011年、東芝に移籍。2014年を不引退。ありがとうございます。